さて4月にこの日本創新党というのが結成されたわけですね、はい、まずこの創新という言葉自体がこれはちゃんとあの、はい、え中国古典に由来するきちんとした言葉ですの,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 まあの意味はまさにあの読んで字のごとく。うん 新しく作るということであります。うん、で我々の思いとしては、ええ六百四十五年の大化の改新、それからええ千八百六十七年の明治維新、うんうん、そしてええ二千十年の平成創新と。なるほど。まあこんなあの、えー、思いで命名いたしました。なるほど。一番何か初めから作り上げるような名前ですよね。この中でもまたいやあの、えー、改めるのでもなく。うん そうですね、まあ、それだけやっぱり今、日本はあの、まあ、危機的状況にあり、またそういう、うんえー、大きな変革が必要とされている局面なのではないのかなと思います、うんうん、当然、斎藤さんたちの立場は、我こそ本当の神道であるという、はい、その心意気だと思いますが、はい、その狙いといいますか、はいえー、一番の思いといいますか、はい、その辺をお,お聞かせください。はい、神道そのものももですけれども、うんお 我が党以外の新党というのは、うんえー、な永田町の順列組み合わせ、うん、その違いだけなんですねでこれまで、えー、日本を大変な状況にしたというのは、うん、まさに永田町の 責任というのは無視できない重さがあるというふうに我々は考えていますで我々のその日本総進党の特徴というのは実は3つございましてですね1つは、えー、まずその国民が先に立ち上がったということなんですが、えー、志のある民と書いて、ま、市民ですがやっぱり今の日本というのは、えー、本当に大変な状況にあるよねと。 えまあ半分、そういう危機感とともに怒りにも似たようなあの思いを持った人たちがまず立ち上がりました、な、うん、うん、で何とかしろと、えー、政治家が悪いのか、それともその政治家を選んだ国民が悪いのかといったら、トートロジーになって世の中、うまくいかないよねと、だからやっぱり、それにきちんと応える人たち、これでみんなで立ち上がろうといって、その市民が立ち上がった、でこれに対して、政治家がよっしゃと。うん 我々に任せて、我々も一緒も一緒になってやろうと、まあ、こういう意味で、まさに国民の手作りによる政党だったのがまず一つです、うんうん、それから二つ目は、まあ、任せて安心即戦力ということなんですが、うん、我々はの首長及び首長経験者です、うん、コスト感覚を持って地方経営にこれまで当たり、うんうん、かつ財政を中心とした改革実績を持った首長たちなんですね。で 今度は国の経営を我々に任してくれと、まあ、こういうふうに申し上げているわけですからまさに任せて安心即戦力の,の集団であるとそれからの最後3つ目は、えー、正直さが物物をを言う本物の政治をやる集団だというふうに思っています今の政治は財源も必要だが消費税は上げないと言っていると、えー、歳出も抑制すべきだがばらまきを続けていると。 本来であれば「入りを図って譲る」を制すというのがあの古来からの公理なわけですからこれをやっぱりきちんと守るということが重要なんです。でその時には当然国民に対して、えー、苦難の道を一緒に歩もうとうん、うん、今こういう大変な時だからということをやっぱりきちんと言った上でうん、うん、国民と共にやると。 えこれは決してその国民からのその人気取りの政治、まあ、そうしたメニュー争いをしている暇はないと、まあ、こういうふうに思っています、まあ、そういう意味で我が日本総進党こそ党、うん、党に値するるであると要するに今までの永田町の5町内の、えー、くっついたり離れたりとはわけが違うとそこが一番大きな違いということですかね。 合とは,我々は一線を隠す、うん、事実あの国会議員はメンバーにおりませんそうですね斎、はい、藤さんご自身はあの、まあ、知らない方もあの視聴者おられると思うので、はい、えどういう,うあの実績を積んでこられたかはい、はい、あの前職は山形県知事でございました、はい、でまあ私があの知事時代に一生懸命やったことというのは まあの子ども夢未来志向というまあの理念を掲げました今いる子どもたちが何をしてほしいかということよりも将来我が国を担う子どもたちが一体我々に何を求めてるんだろうと発想の原点をまあ未来において今を見るというまそういう理念でありましたでそういう中でえー特に力を入れてまたその実績を残したのはまあ2つ財政改革と 情報公開とこの2点でありました、まあ、財政についてはまあ過去10年間500億円の毎年平均したあの県債残高の積み増しを行っていたのを改めむしろ県政史上初めて県債残高が減るというところまで持っていくことができたと。 それから情報公開については今まで山形県は情報公開更新権でありました、うん、あの情報公開ランキングっていうのをオンブズマンがやっておりますがほとんど山形県は47都道府県中最下位ないしはあの最下位近くでありましたが 2>,、うん、え2年目以降からこれをその全国13位まで上げ、うん、そして全国4位まで情報公開ランキングを。うんあのー トップクラる、ねまあ、あのやればできるという財政の方は、はい、そのどういう方法が一番この効果的だったんですかまあこれはやっぱり人件費というのは非常に大きな部分を占めますので人件費の削減、うん、それからいろいろな歳出項目について、うんえー、まさにそのゼロベースから見直し、うんえー、それをまあ 改革するとということでした、ねうん、そういうあのご経験あってそ,のそれこそ今の民主党政権の、はい、まあ事業仕分けを含めて、はいろいろ取り組んでるわけですけれども、はい、あれどんな感想をお持ちになります我々地方経営をやってきたものから見ると、うん、あの程度のことは地方では常にこれまでもずっとやってきたよね、うん、<laughs> というのがあの正直なところですね。国としては大変新鮮味があります,がす、ね、国がやってこなかったっていうのはまあ事実ですからね。我々にとってはですね、うん、あの えー、まあようやく国もやり始めたなっていうそういう感じを持っていまわ、ねはい、割と皆さんそのマスコミも含めてなんかそのどっかにああの隠してる余ってる予算がないかそれをほじくり出すんだっていう,埋蔵,金いう埋蔵金ですねそこに非常に力点を置いて確かにそれも狙いあるんですけど天下り問題と深々結びついていてどんな予算も一種の間接支給っていうんですかね天下り団体を中心にして何かの,その財団とかど独立行政法人とか。 えー、遮断とかどっかに降りてってそこの人たちが食いち先に中抜きしてそれから実際の事業にこう渡っていくというその構造そのものですよね一番大きな問題ねですね。はい、これ地方の場合も同じことがあるわけでしょ地方もその程度のこと程度の差こそあれ<ー>、えー、外郭団体というのは。<ー>あの えー、校舎とということでやっぱりございます。そうですよね。はい。その県段階でもやっぱりそのものすごい数あるもん,なんですかそういう団体というのは。あのかなりあります。数十ありますね。数十。はそれはどこの県もおかれそんなかれと思います。中央からね中央にそういうのがあって、そこからまた都道府県にこの降りてってまたそこで。 同じようなことが起こったりすするわけですよねですねね中抜きいうう意味で言うと、ね、だこれはまあそ,そもそもそういうその団体があること自体が問題だとか問題でないということを以前にですね、うんうん、やっぱりその人事制度の問題があってあそかやっぱりその干渉退職っていうまあ制度があって早めにやめてい早めにやめてってしまうわけですよね。うんうん、でそうすると当然60万円に辞めるということはさすがに雇用の主としては。うん あの働き口を探すっていうのはこれはまあどこの企業でもですね自然の流れだというう思いますからまあそういう受け皿を作らなければいけなかったっていう事情は過去においてあったわけでそれはまあ理解します。ですねだけど今皆さんその60になったって元気ですからえそれぞれやっぱり60まで働いていただいてえまあ退職が60だとすればですねでそこでまあ一旦くぐりをつけると。でそれから先は それより前に辞めてしまうと斡旋しなければいけないというまあそういうことがあるんでそういう団体を作って斡旋するわけですけれども60まで勤めていただいたらもうあとは斡旋する義務はないわけでですね自己責任よないわけであとはその実力があってまた働く意欲がある人があの必要な団体に行くということはその意味があるというう思いますがために団体を作るということはやっぱりそうです不必要になるというふうに思いますね。